僕は1年前突然難聴になった。ある日いつものように同級生に丸められていると、920ネッコたちが何かを叫びながら逃げていった。俺は何を言っているかわからず、後ろを振り返った。すると、何かを引きずっている女性がいた。僕はその姿を見て引き子さんだと気づいた。僕は恐怖のあまり、その場で動けなくなってしまった。怖くて目をつぶっていると、いつの間にか引き子さんは消えていた。次の日、イマルネッコは僕を見つけるなり、引き子さんの真似なのか、僕を引きずり回そうとした。すると、何かを叫びながら逃げていった。後ろを振り返るが何もない。そして、また次の日、イマルネッコがニヤニヤしながら何か言っている。どうせ悪口でも言っているんだろ。すると、またしても叫びながら逃げてった。不思議に思い後ろを振り返るも何もない。そんなことが何日か続き、次第に丸めてくる奴らはいなくなった。ある日、学校の帰り道、目の前に引っ子さんが現れた。でも、なぜか恐怖心は全く感じなかった。引っ子さんが微笑んでいるように見えたからだ。突然の激しい雷。頑張ったね。と聞こえるはずのない誰かの声が聞こえた。そしていつの間にか引っ子さんは、いなくなっていた。皆さんはテケテケを知っていますか？その日は嫌な天気だった。雨が降り出す前にと、普段は使わない近道を通って、駅に向かったのが大きな間違い。柄の悪い男たちに絡まれ、地面に倒された。さらに車椅子を遠くに蹴飛ばし、ゲラゲラと笑ってる。幅取って邪魔なんだよ。車椅子は数メートル先。通行人は足早に通り過ぎていき、助けてくれる人はいなかった。ひどい。涙をこらえていたら、と爪で地面を叩くような音がする。見ると、下半身のない女性が這いながら、像を剥き出し、ひどく恐ろしい顔で睨んでいた。ひぃ。男たちは逃げ出したが、私には目を閉じることしかできない。だけど衝撃はやってこず、恐る恐る目を開けると、目の前にはなぜか私の車椅子。ありがとう。お礼の言葉が自然と口から出た。車椅子の後ろから女性が顔を覗かせ、にっこり笑う。近くで見ると、随分と幼い顔をしていた。それからしばらく経って、例の男たちが事故で下半身不随になったと聞いた。バイクで走行中横転したらしい。女が飛びかかってきたんだ。なんて言っているそうだけど、そんな証拠はどこにもなく自損事故で処理されたそう。そして不思議なことに、私はあの日以来嫌な思いを一度もしてない。俺は生まれつき目が見えない。ある日道を歩いていると変なことを聞いてくる女性が現れた。私、綺麗？突然そんなことを言われて困惑したが、盲目の俺は綺麗ですよ。そういうことしかできなかった。するとその女は、これでも綺麗って言えるか。そう言ってくるが俺には何が起こっているかわからない。私は目が見えません。これでもか、というのは一体どういうことでしょうか？そう言うと、女が俺の手を取り口元から頬あたりを触らせた。今目の前にいるのは口の裂けている女性だと気づいた。これでも私が綺麗だと言えるか？女はそう俺に訴えかけてくる。私とすれ違う人は盲目だとわかると、ごめんなさいと言って去っていきます。でもあなたはそのまま私と会話をし続けてくれています。たとえその理由が何であれ、私の心に触れてくれたその気持ちは、どんな人よりも優しく綺麗だと思います。そう言うと女は俺の手を取り、今度は目のあたりに手を添えた。涙。ありがとう。女はそう言うと、そっと手を離してくれた。突然流れる涼しい風、それは俺の方を優しくなぞった。そこには綺麗な姿の女性が、風に乗って去っていくのが俺の脳裏に浮かんできた。